それでは2つ目のキーワードこちらです。じゃん。もともと母親が料理上手で、はい、ということなんです、お母さんの話が出てくるわけですが、ちょっとその前にね、はい、どんな少女時代だったのかと、このあたりも伺いたいなと思います。みんなびっくりすると思うんですけれども、はい、小学校の低学年の頃はすごく引っ込み思案で、向こうが言ってます聞こえてきました今引っ込み思案だったんですか、はい、ちょっと人見知りの傾向があったかと思います、はい、で、まあ、ちょっと親も心配してなのか、はい、ほったらかしの育児なのか分かんないんですけれども、うんうんうん、はい、小学校の3年生の頃から一人旅にポン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 行かされていて、結構ね長距離バス乗ったりしたんですって、はい、親戚のうち行く時ね、もう首から住所と電話番号の迷子札下げさせられて もうバスの運転手さんのすぐ後ろに座って、はい、うん、どこどこの駅に着いたら親戚のおじさんが待ってるからねみたいな感じで、うんうんうん、はい、いろんなところ行きました。普通の観光バスに乗ってね、結構な距離を移動したり、はい、あとキャンプスクール行ったりね。そうですね、うん、もともと父親が釣りが大好きで、はい、だからもう夏休みは必ず海でキャンプ、はい、うんうん、でも母親が釣ってきた魚でいろんなお料理作ってくれて、うん、はい、もうみんな一家総出で、総出でっていうか、思えば子供の頃から一家みんながアウトドア好きだった、そういう環境の中で育ってきたんですね、はい、きっとね、うん、なのでその今も全土を旅して歩くのも割とまあ普通にっていうか、うん、多分私よりもうんとハードル低くアウトドアな道内旅行を楽しまれてると思うんですけれども、はい、すごくその食の方にもね興味を持った、やっぱりお母さんがきっかけだったんじゃないかなって今にして思えばおっしゃってます、はい、もう今にして思えば本当にありがたかったなって思うんですけど、まあ、今もなんですけれども、うんうんうん、小学校中学校家に帰ってきたら、はい、家の何メートルか前からクッキーの焼ける匂いだとか、あ、今日はパン焼いてるなっていうのが分かるんですよね、うん、であんまり冷凍食品とかも食べたことがないし、うん、もう和洋中お菓子から全部母親が手作りしてくれていたので、で、まあ、小学生なんて早く学校終わるじゃないですか、そうすると友達がもう必ず5、6人うちに遊びに来て今日のクッキーの匂いにつられて、そうそうそう、私と遊びそう、私と遊びたいからじゃなくて、いやいやいや、おやつ目当てに子供もまあそうかもね、うんうん、集まってましたね、はい、うん、で、まあ、ちょっと夕食もね、うん、うちで食べて行って帰る男の子いたりだとか、なるほど、割とその辺おおらかにね、そうですね、料理好きですからお母さんね、ご飯食べてくかいって、うん、おやつも手作りだけど晩ご飯も食べてくかいなんて、そうなんですよ、ね、うん、で帰りは父親が送ってあげたりだとか、休みの日は何温泉連れてったりとか、そう、本当にそうですね、もう必ず私も、うん、妹が一人いるんですけれども、うん、もうそれ以外の、まあ、妹の友達も来るし私の友達も来るし、あとお姉さん世代の先輩とかも来るし、うんうん、っていう感じで、もう本当に人がいっぱい、うんうん、で夜になると父親の同僚の人たちが、はい、晩酌しに来る一部二部三部あるんですよ、母親もずっと台所に立って何か作ってますね。でもね、そういうお話聞くと本当にこう食って何かそのお料理を作ってね人をもてなすってもうこれ以上のホスピタリティっていうかないですね、やっぱ一番ですよね、食卓を一緒に囲むとか誰かの手料理みんなでね、はい、美味しいねって祝う時間っていうのが、いや本当にそうですね、もう今このような仕事をしていて、うん、まあ、そういう風にねみんなのお家がなればいいなって思うんですけれども、はい、本当にまさにうちがそうだったんだなって、うん、どの人が来ても美味しい美味しいって食べていってくれるし、うん、必ず笑顔、食べたら笑顔になるし、うんうん、なんかこう原点かなって思いますね、ね、はい、お母さんも取材したいぐらいな感じで本当に和洋中お菓子から何でも、もう子供の頃から作ってくれるそのお料理上手なお母さんです。そして今、はい、大町さんいろいろ生産者行くじゃないないですか、はい、そうするとほらやっぱり生産者さんに会ってそのものをねもう買ってきたりもらってきたりいろいろ食べて、はい、自分もやっぱり料理しますか。はい、そうですね、うん、私もいろいろ加工品作るのが大好きで、ほうほう、うん、まあちょこちょこですねちょこちょこ作っては次生産者さんのとこに行くの時にこういうの作ったよとかって持って行ったりもするんですけど、うん、でも同じ食材を、うん、まあ、半分ぐらい実家に、はい、ちょっとおろす、うん、お母さんも札幌にお住まい、はい、ご両親もね、うん、
もう数倍、もう数十倍母親の方が凝ったものというか、いろいろ作っていて、でも生産者さんの方も、あっちの両親と直で仲良くしてくださっていて、今はお嬢さんが取材に来たんだけど、はい、その後すっごい加工品持ってくれるお母さん、持ってきてくれるお母さん、はい、仲良くなるよねそれは仲良くなるな。そう、そうなんですよ、うん、そしたら、まあ、今だったら小麦、北海道の小麦がね、はい、すごい、今とても注目されてますけれども、うん、いろんな小麦を生産者さんがくれて、うん、そしたら母親がその小麦違いでパンを焼いたりシフォンケーキを焼いたりで全部シールをつけて、これは北穂波とかこれは何とかそれで持って行ってあげたりだとか、宅急便で送ったりだとか、研究所の人みたいですねなんかもう本当にそんな感じで、でとある生産者さんからは、もう某有名ワイナリーのお母様なんですけど、はい、すごくうちの母親と仲良くて、いや自分の畑で採れた、ブルーベリーとかリンゴでジャムを作ってみたんだけど、あまり上手にできなかったと、その上手にできなかったのが、はい、クール宅急便で送られてきて、これをどうにかしてってそうなんですか、お母さんそれをどうにかしてまた宅急便で送り返す、そうなんですよ、食材が飛んで歩いてる、本当なんかそれも一冊にしたら娘がこういうのが届いたよって、こういうふうにしてこうやって返してこうでしたよっていうのねえ、ほんと面白いですよ、面白いですね。だからその今の大町さんが出来上がった原体験はお母さんなんだなってもよくわかりますね。いやもう本当にありがたいです、なるほど、あお父さんも、あそうですね、父は釣りで釣りで、はい、行くのがだから取材に行くの畑だけじゃないですもんね。そうですね、うん、私はもう漁港も行くし、チーズ工房だとかワイナリーだとかも、うんうん、はい、どこにでも行きます、はい、マルチです、だからいい色に焼けるんですよ黒いさあそんな大町さんですけれども、じゃあこれからねどういうところを見ているのかというあたりを、3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらになります、じゃん。